おはようございます。今何時、今朝の9時17分でございます。娘を学校に今置いてきまして、これからコストコにちょっと食料品の買い出しに行こうと思っていますの。コストコとあとホールフーズですかね。実は、はい。今ニューポートニュースにある、東京マーケットっていうところに来たんだけど、9時半オープンなんだけど、今38分で、まだ空いてないんだよね。今日の朝、張り切りすぎたんですよ。まあいい感じに起きましてですね、7時。ね、7時に起きて。で、普段、うちの子供は結構、パンケーキ食べたりとかそういうのが多いんだけど、昨日の朝作ったパンケーキ、まあ私作るとき結構大量作るから、作ったパンケーキがまだあったから、それをまあ食べさせて子供に。で、エディソンにもご飯食べさせて、だから8時になる前にはもう子供たちがご飯食べ、朝ご飯食べ終わってての、で、だいたい家を出るのが8時、35分とかそんぐらい。だからもう勝ったじゃないですか、この朝は勝ちだと。ね。で、食器も洗った。うん。で、時間も私ちょっとあった。お化粧する時間はないよ。あったらいいんだけどな。ない。から、掃除機かけたんだよ、朝。時間あるよしと思って、掃除機をかけの、ね。しかもすっごいちょっぱやで、家全体に掃除機。わかりますか？私が、動いてるのが見えないぐらい超早い掃除機をかける。ね、それですげえ疲れたから。で、それにプラス娘のね、ポッティトレーニングが今してるんだけど、キャムのポッティトレーニング始めたのが1歳半で、でその時初めてちょっとして、ちょっと早いなと思って、で始めてちょっとしてやめて、で2歳になってまた始めて、であの子はうまくいったんだよな。でキャミはポッティトレーニングが結構早くダイパー取れてスムーズにいったんですよ。でフローレンスと来て、で彼女がポッティトレーニングする時期、ポッティトレーニングする時期っていうと、日本だと結構早い人は早いと思うけど、アメリカだと結構遅くって、なんか本当にダイパー取れるまで待つみたいな、その子の準備ができるまで待つみたいな。で、日本は日本でね、3歳までに取れなきゃみたいなのあるじゃないですか。まあ私は子供たちの様子見て、OK そうならやろうみたいな感じ。で、フローレンスはその、OK そうだったんだけども、彼女がちょうどポッティトレーニングできるいい時期、に私が出産したりとかしてて、タイミングを逃してしまい、でなかなか始められなくての、でまあなんだかんだこうゆっくり始めて、彼女が3歳になる前ぐらいに始めての、そうで今なんですよ。で今はもう数週間前ぐらいからダイパー入ってないから、うん、まあ上手にやってくれてるんだけど、一応まだアクシデントとかもあるから、そういうようにね、ウォータープルーフのシートをなんか彼女のベッドとか、まあ、彼女のベッドでは常にね敷いてあるけど、まあそうエクストラで敷いたりとか、あとソファーのところに置いたりとか、なんかそんな感じでいろんなところ、家のいろんなところにウォータープルーフのシートが敷いてあって、だから、まあ、彼女もストレス感じないで、私たちもストレス感じないようなポッティトレーニングを今してるんだけど、あれなのよね、なんかこう準備、そのさ、しなんだっけ、膀胱が準備できてるかできてないかみたいな、なんか膀胱の成長だよね。なんかさ、
この子供はまだそのさ膀胱そのおしっこ溜める場所がまだ大きくないからじゃんだしそのポティトレーニングでそこをこうなんていうのかな勉強させるとかなんていうの何言ってんだ私なんかさ要はそのトイレに行きたいってこう自分が感覚で分かってねであ今はホールドしなきゃいけないんだとかねあとこうこうなんていうのかな漏らさないようにするとかさあとこう寝ている間にこうトイレ行きたいくなると起きるとか、まあ、そういうのって感覚でやっぱりこう体験させて勉強させないといけないわけじゃないですかねで難しいのがそのタイミングとかでなんか例えば出かける前に一応トイレに行くとか寝る前に一応トイレに行くとかどれだけその前にトイレに行ってたとしても一応行こうねみたいなもしかしたら出るかもしれないしこう寝てる間に漏れちゃったりとか出かけてる途中に漏れちゃったりするのも怖いからそれを防ぐためにその出かける前とかには行こうみたいななんかそういうのってあのトレーニングの上でやらなきゃいけないじゃないですかで今朝は朝起きてちょっとして彼女が自分で一人でトイレに行ってくれてああよかったと思ってちゃんとしっかりやってくれてヒューって感じででその後家出る前にトイレ連れてったらしなくての私車曲がってるこれトイレ連れてったら曲がってんねトイレ連れてったらしなくってのかなり曲がってんじゃんそう隣にさトラックがあったからねそれを避けるように止めたら曲がっちゃったちょまあいいやそれでで学校に着いた時に教室に行く前にトイレに親が連れてくのが学校のルールでそれで連れてったらあのトイレってあの子供用のサイズじゃなくて大人用のサイズでだから親がトイレをねあの子供にさせる時っていうのは親がだいたいしゃがんでこうねサポートしなきゃいけなくってでもちろん娘さんトイレしたくないっていうわけですよもう行く前からねでああこれはこういうパターンかみたいなででも一応ねこのトイレ行きたくないって言っても行かせるのはさその癖をつけるためなんか始まる前とかにはとりあえず行ってこうとかあと一応なんていうのもしかして出ないって言っても座ったら出る時もあるからそういうためとかなんかいろいろまあ意味があってその連れていくわけじゃないですかトイレね授業始まる前にだけど出したくないって喧嘩するからもうあの小さいあのトイレの個室の中でトイレ行きたくないいや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 やるんですよノーノーノー出ない出ないいや出るかもしれませんよみたいな感じでもうあれだよねファイトっていうか、まあ、プロレスみたいな感じでさ私は大体その時あの大体スクワット状態だからもうすごいいい運動なわけですよ私にとってはね朝のそれでですね今この東京マーケットをランニングしてるスティーブンはどこに行ったんださっき来て店開けたのにどっか行っちゃった私ここ来るとき大体納豆を買うんだけども全部根こそぎ買うからさスティーブンやんどこやねんどこ行ったねなんか最近お店によってそのビデオ撮ったりとかするのを禁止しているお店が結構出てきたみたいで聞くようになってきて結構びっくりしてるんだけどでもその分私ほら撮る側だから気をつけなきゃいけないからささっきの東京マーケットでもお店すごいね
綺麗で常に、で、あの置いてあるものも結構こう化学製品未使用とかそういうものも気使って置いてあって、皆さんに紹介したいし、あのオーナーさんもすごいいい人だから撮りたいなと思ったけど、でも一応ねちょっと お店っていうかオーナーさんをリスペクトして、そこは Oh, that's a whole food. OK, 大田に先に行こう。なんで大田に行くかっていうと、ヌードのリップスティックがさ、自分も使うし自分のお客様にも使うから、ちょっと試しで、あの KKW ビューティーのさ、まあ、キムが作った化粧品ブランドじゃない？で、キムはさ、ヌードしかつけないのよ。フォトシュートとか以外、ヌードしかつけなくって、で、彼女が作ったヌードカラーだから、ちょっと期待できるじゃん。で、前回行った時、スウォッチとかできなかったんだけど、ちょ見れば見るほど欲しくなるから、オンラインとかで。私の分買って、試してみてよかったら、自分のメイクのキットに入れようと思って、ちょっと大田に泊まる。大田で買い物したよ。なんか大田にカートがあると思ってエリソン抱えてお店の中入ってったらカートないもんだから、と思って、なんかもういろいろスウォッチしていろいろなんか見たかったのに、ファンデーションとかも見たかったのにカートがないし、私の手はもうバッグとエディソンで埋まってるからお化粧触れないじゃんと思って、だからとりあえず目つけてたリップスティックだけ買って、でお店の人にスウォッチ、お店の人の腕でやってくれたんだけど、彼女の手がめちゃくちゃ肌白だったから、でちょっと私の手にやってくれますかっつって、私の手にスウォッチしてもらって、で最後拭いてももらった。でまあ色的には良かったから、まあ買って、ちょっとこれからコストコに寄ります。今日はホールフーズいいや、行かなくていいはず。こんにちは皆さん、お家に帰ってきた、お家帰ってきました。 OK、 何買ってきたか見る、見たい人は見てね、 見たくない人は見なくてもう大丈夫。私が東京マーケットで買ったものはですね、この納豆が6個です。6個、この納豆が一番好き、私はね、こっちで手に入るのは。あとコチュジャンなんだけど、もっとこうナチュラル系のやつ欲しかったんだけど、あのお店韓国の人が経営してるのに韓国系のものを全然置いてなくって、まあとりあえずコチュジャン1個しかなかったから、まあ、とりあえずこれを買いましたよ。あとこれ見て、サンバイズのもずくだってやばくない？これ食べなきゃでしょ。これ冷凍で売られてた。でこれも化学調味料不使用だって、いいですね。じゃん。あとこの千切り大根いいじゃん。私これでちょっとあのアイディアがあるからこれを買ったのね。あの今家にあるやつはもうほとんどないから。あとこれ日本アメリカに住んでる人でこれを見かけたことがある人はこれすっごい美味しいです。ただのうどんなんだけど、ただのうどんなのよ、なんだけどすっごい美味しいわけうちの姉ちゃんが来た時に食べてて、何これ、なんかすっごい美味しいんだけどとかって言ってたんだけど、そう美味しいんだよ。で入ってるのも小麦粉と水とお塩しか入ってないわけ。あと昆布なんだけど、つゆ、おつゆとかもお味噌汁とかもあのこっから取るからさ、これとカツオで取るから、昆布なかったから買ったんだけど、これはメイドインジャパンの昆布、これが日本の東京マーケットで買ったもの。
大体これは普段買うね。でコストコで買ったのはパスタ、こう小さいさ子供が食べやすいパスタなんだけど、こう3種類違うやつでオーガニックのやつ。このマンゴー6個入りのやつ、これ2箱いつも買う。すっごい美味しいわけ。とあとこの大きいビーンズ、オーガニックのビーンズとアスパラもオーガニックだったから、このアスパラは子供たちが食べるんだよ。でこのビーンズはエディソンがスナックとしてあみゃみゃみゃ食べるんだよね。シルクのオーガニックのアーモンドミル、これ3つ入ってるのね。これ大好き。このオーガニックのアーモンドミルク美味しいし、料理とかにも合うし大好き。ジャッジしないで。15個入ってるんだって、アイスクリームバー。ほらやっぱりね、なきゃでしょ人生の中に甘みちょっとね、なきゃでしょっていう感じ。そう、今日はそんな感じで食料品の買い出し行ってきました。もうおっぱいエディソンにあげて、もうねこれを冷蔵庫に入れておっぱいエディソンにあげたらフローレンス迎えに行かないといけないから忙しいの。 OK、 じゃあまたね、見てくれてありがとうございました。またね。そういやまだ今月の電気代払えてない、せちがらいけどやらないといけないことやら黒がいっぱい、心が豊かなら心配する必要はないし、暗い気分じゃいいことも起こんない Right、 どんな日でもあのバイトのおばちゃんはいつも笑顔を失わないし、周りを明るくする毎日、何でもやることもみたいに、タイミングよりも今何するか考えるマインドの方が大事だね、なんてね、いたわれ自分のことは自分がよく知ってる、そんなそびえ立つ壁ばっか見てたって疲れるだけだから結局悩んだってしょうがないぜ、どんなことだっていずれ解決するから、今夜はボーレイ気分切り替え踊ろうぜ楽しいハウェイ、気持ち傾けてホロー匂いだねるだけ、人生ってのはそんなに苦くはないからね、ちょっと待ってもうさ十分、君は何かと抱え込む無理すんな、家族友達がいる分かっててもね実を忘れてるってなこともよくあるからさ、たまには帰りの道で道くそもいいんじゃん、焦らずにリラックスしていこうよ、どんなことだって起こるべくして起こるのさ、これはただのメッセージ、今朝も心地いい朝焼け、僕らの人生はまだ書きかけ、この後の続編も当然マイペースに挑戦、いいんだよあなただけのやり方で。